オーストラリア、ねえー。なんと27年間景気交代のない高、えー、景気続きの国、オーストラリアにアマゾンが上陸してアマゾンの販売が始まっています、まあ。オーストラリアは世界一金持ちが多い国でもあります。ね、これ世界一金持ちが多いって億万長者が多いわけではなくて、平均的な国民が、えー、どれだけ、えー、資産を持ってお金を使ってるか。まあそういう指数があってね、オーストラリアはスイス人を抜いて 世界一の金持ちになりました。そのオーストラリアに日本製品を輸出すれば、まあ、5倍、10倍、あるいは13倍、ね、3倍、5倍は当たり前ということで、儲かる商品がたくさんあります。まあ、ただ、そうは言っても、ね、オーストラリア,アマゾン、まあ、何から手をつけたらいいかわかんない。まあ、どうやればね、そ,のそもそもアマゾンで物を売ることができるのか。言語は、英語じゃないかと。 いろいろ問題があります。まあ、そういったのをすべてクリアにする、えー、サポートサービスを提供しています。まあ、オーストラリアアマゾン、えー、今始めれば、えー、本業以上に稼ぐチャンスが訪れます。そのオーストラリアアマゾンの、えー、サポートサービス、デンバーアカデミーで、えー、提供しています。